リビング書店のミムさんです。ヨッピーです。今日はこちらのサンゴの森を紹介したいと思います。書かれたのは木村大輔さんです。はい、これはね、もうまず初めて見た時からうわなんてこう綺麗な絵なんだろうと思って、本当ですね、美しいですですね、タイトルがねサンゴの森なので、ここにねサンゴがこう書かれてるんですけど、ちょっと実際生でこうサンゴ見たことないんですけど、なんかこう綺麗だな、見たことないけど実際にこう見たような、気になるというか、ですね、なんか質感とかもなんか、サンゴってこうなんか粒々の塊っていうイメージあるんですけど、そんな風なね、細かくね、描かれてますね、中もねとっても鮮やかですのでちょっと見てみたいと思います、はいはい。はい、サンゴの森にはね、サンゴとあとたくさんのこう生き物たちがいるんですけど、ギザっていうね緑の魚の男の子がね、男の子かな、泳いできますね。ちょっと大きい魚に追われてますけど、はい、危険状態です。そうですね。これは大きい魚にね今後襲われていくのでまたお楽しみに。なるほどです。はい、ですね、たくさんのねいろんな種類の仲間たちが、今ここに書かれてますけど、順番に紹介されていきます。みんなそれぞれに、見た目も形も色も違うんですけど、性格もまたね違うので順番に紹介されてます。あっちこっちへ泳ぐあちこちとか、片っぽねヒレがないでくるくる泳いでるクルリ、でどっかフラフラっと行っちゃう、フラーっていう魚とか。個性が、そう、個性もたくさんありますね。で恥ずかしがり屋の子とか、で緑の子はへそ曲がりでどっちに泳ぐかな、ちょっと変えてみちゃおうみたいな、ちょっと集団でも泳いでますけど、へそ曲がりなんですね。へそ曲がりなんだ。みんなで泳いでるけど自分だけちょっとあっち行こうみたいな、どっちって子がいますね。まだまだいますね。おっちょこちょいなエビじいさんとか、おじいさんなんだ、おじいさんらしいですね。なるほどよくね目が見えない、ちょっとぶつけちゃうごっつん、ここに出てるんですね、あ、そうですね、もうぶつかってますね、すでにね、で、あとご近所さんのね銀ちゃんとポンちゃん、これですね、とかチンアナゴ的な感じの、あ、そうですね、きっとね、で、口が長かったり角がついてる人とか、人、魚ですね、あとウミウシくん、ゆっくりしてるウミウシくんとか、あとこのカニはおせっかいだそうですね、カニださんカニはおせっかいらしいです。いろんなね仲間たちがいますね。はい、でね、そんな仲間たちと過ごしてると、大きな魚がね最初に登場しましたけど、ギザをこう狙ってた魚がやってきます、でね、さっき言ってたのへそ曲がりのどっちがね、あ、自分がこうみんなと逆方向向いてるからそれで気づいたんですね、危ないでね、みんなサンゴの森に隠れようって言ってね、サンゴの森の方に入っていきます。そっか、そのおかげで、すぐ気づけたんですね。でみんなサンゴの森にこう隠れますね、サンゴこう色いろんな色あるのでみんなもこううまいこと隠れられる感じですね、でそのあちこち泳ぎ回る素早い魚が、ぐるぐると回って泳いで、この子ですね、そうですね、で大きい魚の目を回してくれて、やっつけてくれました。目が回るって言ってますねぐるぐるってなってます。はい、でね、ご近所さんがね、もう行っちゃったから大丈夫だよって教えてくれました、ご近所さんね、名前が面白いですね、ご近所さん。そうそうそうですね、ご近所さんのね、銀ちゃんとボンちゃん、はい、でみんな一安心してね、見てますね。そしたらここでね、お話の途中なんですけど、みんな安心してこう今サンゴの森にギュッと入ってるんで、こうどこにどの魚がいるかなっていう探し絵になってますね、色鮮やかでね、上手に隠れてますね。そうなんです、やっぱ探すの結構楽しいかなって、ぜひ探してみてください。はい、でね、まだまだお話は続くんですけど、
さっきのね、どこでもこうフラフラっと出かけてしまうフラーが、うん、これですね、うん、今ね、なんか気づきます、うん、なんか明るいな、上の方がね、うん、明るいなと思って上の方に行くと、ここもなんとなく黄色いんですけど、今夜は満月だそうですね、うん、でフラーが気づいて、他の魚たちも気づいたので、みんなでね、うん、海面の方にちょっと見て上がっていきますね、うんうん、きれいだなと思ってね、きっと集まってるんでしょうね、うん、でごっつんはね、ちょっとやっぱ目が見えないので見えづらいからサンゴにごつんってぶつかっちゃうんですけどですると、ね、サンゴからね、うん、なんかブクブクブクって、うん、ちっちゃいこう泡の粒みたいなのが、うんうんうん、出てきました、うんうん、なんでだろう、うんうん、私もこれちょっと知らなかったんですけど、うん、なんかこうたくさんほんとちっちゃいこうつぶつぶって出てきて、うん、これがなんと雪が降ってるみたいにね、もっとさらに増えてきます、はい、もうページ全体、この魚たちがね、うん、埋もれそうなくらい、うんうん、たくさんね、ですね、小さい粒たちがいっぱいですね、そうですね、うん、でね、実はね、コモリっていう魚がね、物知りなんですけど、うん、これはね、この粒々はサンゴが卵を産んでる、おー、だそうですね、ちょっとサンゴが卵を産むっていうのは初めて知ったんですけど、サンゴ卵を産むんですね、産むみたいですね、でそれが調べたらこう満月の時に産むことが多いみたいで、うん、まあ、そういう時期の、なるほどね、でちょうどその日だったんですね、満月でね、うんうん、でこの粒々も混じってさらに綺麗な絵になってますね、うんうん、でこんな感じのサンゴの森でみんな仲良く暮らしてますっていう話ですね、へー、うん、あー、なるほどね、うん、初めて知りましたですね、うん、私も、うんうん、へー、あー、実際見たらね、きっとすごい綺麗なんでしょうね、うん、きっと、うん、で最後のページにさっきの隠し絵の答えも書いてありますので、うんうん、ぜひね、見て確認してください。ちょっとじっくり見ないとわからなかったです。私、見つからないなかったね、うまいこと隠れてますね。そうですね、いろんな生き物たちがいますけど、うんうんうん、でこの本ちょっと帯にも書いてあるんですけど、うん、いろんなね、こう生き物たちが生きてるっていうことで、姿形性格は違うんですけど、うん、この多様性っていうのをね、うん、子どもたちに知ってもらうための絵本だそうですね、うん、やっぱね、みんな違うんだよって、違いを認めてもらうっていう話、うんうん、ですね、うん、でも確かにね、この綺麗な絵とキャラクターとお話読んだら、うん、なるほどな、うんうんうん、本当ですね、で魚もいろいろ性格がいるので、うん、なんかちょっと読んでたら、うちの子この子に似てるなとか、ああああ、うん、本当ですね、なるほどなと思って、うんうん、読んでました、もう本当にいろんな子がいましたもん ね、うん、そうですね、性格もいろいろだしね、うんうん、色も大きさも多分、うん、それぞれ違うって感じですね、うんうん、その個性がね、悪い方じゃなくていい方に進んでい、ね、なるから、うんうん、素敵だよね、うん、大きな魚をね、見つけてくれたのもこうへそ曲がりのね、子でしたもんね、この子がへそ曲がってなかったら気づかなかったかもしれない、うん、名前が出てるね、へそ曲がりへそ曲がりはどっちやったかな、ね、うん、へうん、そうですね、そっかそっか、でもしかしてさっきほらこの、うん、頭ぶつけた子、うん、いたでしょ、うん、あのガンってぶつけたのが弾みでふわふわって卵を産んだんでしょうかね、とのかもしれないですね、うんうん、あれがきっかけ、ね、うん、刺激というかね、うん、それもまたじゃあいい個性だ、うん、そうですね、みんなこうね、それぞれで生かされてる感じですね、うん、本当ですね、うん、へぇ、まあ、サンゴね、綺麗ですね、綺麗ですね、うん、いや実際にね、ちょっと見てみたくなりました、サンゴ、うん、なかなかね、海入らないと見れないですもんね、うん、沖縄とか行かないと見れない、うん、そうですね、うん、まあ、1回だけハワイのサンゴ見たことあるんですけど、うん、それは白でした、見たやつは白いサンゴ、もうただの白、ただの白って感じで、うんうんうん、白だったんですけど、いろんな色があるんですね、こんな色見てみたいなと思って、うん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 、思いました、うん、なんかまるでこう光ってるような、うんうん、本当ですね、不思議な描き方ですよね、うんうん、そうなんですよね、うん、モザイクっぽいなんか、うんうんのね、ちょっと見ちゃう、魚もみんなね、こう張り絵なんでしょうかね、
いろんな素材で、うん、そうですね、うん、そうですね、ぜひね、とっても綺麗なのでじっくり見てみてください。はい、本当ですね。はい、ではサンゴの森ご紹介しました。はい。